ヒットポイント。ヒットポイント、HP はゲーム内のプレイヤーキャラクターやノンプレイヤーキャラクターが攻撃として与えるダメージを数値化したデータである。また、同じ基準でキャラクターが耐えることができるダメージも表すことができる。この意味ではヘルスポイントやライフかスタミナの類義語である。一部のゲームでは HP をハートポイント、ハートポイントの略であるとしている場合もあるが、 やはり同じ意味である。最初のロールプレイングゲームであるダンジョンズドラゴンズにすでに基本的なコンセプトは見られ、以来この系統のゲームのほとんどで採用されている。日本ではコンピューター RPG のドラゴンクエストが登場し、大ヒットして以来、この概念が広く知られるようになった。ゲームに親しんだ世代では現実の健康状態や体力を ヒットポイントで評するジョークも通用する。例えば HP が100あるなら99単位の打撃が命中しても耐えられるが100単位以上の打撃では倒れる耐久力を持つことを表す。1単位の打撃がどの程度のものなのかはゲームによって様々である。ゲームにもよるが通常ヒットポイントは相手の攻撃を受けて負傷した時などに低下する。 ほとんどのゲームでは減少したヒットポイントを再び増やす、すなわち回復する手段が用意されており、アイテム、通常は薬品が多いや、魔法、宿屋などが代表的である。多くの場合、ヒットポイントが例になるとそのキャラクターは死亡した状態になり、戦闘中、移動中とも一切の行動ができなくなる。ストーリーの展開としてのキャラクターの不可逆的な死亡。 ゲームとしての回復、蘇生を前提とした一時的な行動不能状態等を区別する必要や、セロによるレーティングと、暴力表現の規制への配慮などの事情がある。ゲームでは、ヒットポイントが例でも死んだわけではないという意味合いで、戦闘不能、意識不明、気絶などの表が用いられることも多々ある。とはいえ、一切の行動ができなくなるという意味では、事実上、戦術の 死亡の概念があるゲームとほとんど変わりがない。ヒットポイントが極端に低い状態が現実でいう瀕死状態に相当するならば、満身創意の状況で身体能力や知覚能力を100%発揮できるとは考えにくい。ものであるが、大多数のゲームにおいては HP1 であろうと肉体的、魔法的な戦闘能力は100%発揮できる。 ゲームシステムが採用されている。ヒットポイントが低下するにつれて攻撃力など他の要素までが下がるとゲームシステムはあまり採用されていない。単位 HP1 がどのような絆意志体力に相当するのかは定義されておらず、値の上限は任意に設定されるのが一般的である。ヒットポイントの単位1が何を意味するかについて共通の定義はない。 解釈として HP1 はある一定の絆意志体力低下に相当するというのが一般的だが他に下のような考え方もある根本的に相対点と見る方が合理的な場合があるすなわち最大 HP100 の時の打撃1単位は1%のダメージであるが最大 HP10 の時の打撃1単位は10%であるこのようにレベルが上がって 最大 HP が大きくなるほど、一単位の打撃は相対的に小さなものとなる。つまり、成長することでよりダメージを受けなくなると考えることができる、口実。あるいは、ヒットポイントとは致命傷を避けられる回数であるという解釈もある。最後の一単位が失われるまでは、回避や防御によって無傷ない死継承であるが、例になる際には命運尽きて、 致命傷を受けるとする立場である。この場合、残り HP が100でも1でも、同等の戦闘能力を発揮できるというゲームシステムと矛盾しないと言える。その時点でそのキャラクター、敵が持っているヒットポイントの最大値、上限値を最大ヒットポイントと言い、MHP、MAX と略すこともある。基本的に最大ヒットポイント以上に数値が上昇することはない。 つまり、敵にこの最大ヒットポイントの数値を上回る。ダメージを与えるとその敵を即死させることができる。同様に味方キャラクターが最大ヒットポイントの数値以上のダメージを受けると、即死する。多くのゲームでは、キャラクターの成長、レベルの上昇などに従い、そのキャラクターの最大ヒットポイントも上昇する。結果、そのキャラクターはより強い攻撃に耐えられるようになる。 作品によってはアイテムを使用することで上昇させることもできる。解釈としては、などがある。HP は、敵からの攻撃以外に、プレイヤーキャラクターの様々な状態以上、ステータス以上によっても消耗する。これらの状態以上が起きている時には歩くだけで、HP が徐々に低下していくようになっているゲームもある。また、時間の概念のあるゲームでは歩かなくても、 時間とともに HP が低下していくものもは、これは様々な要因によって、プレイヤーキャラクターが徐々に衰弱していく様子を表現したものである。その他にも罠にかかったり、毒やトゲの上を歩行したり、敵対的な人物と会話すること等によっても、HP は失われる場合がある。その際 HP 減少とは別に上述したステータス以上に侵されることもある。 ヒットポイントが例になった状態は死亡あるいはそれに類する状態とされるが蘇生が可能なゲームがほとんどである。口述。多くのゲームには蘇生を行うための施設が設けられており魔法やアイテムによって蘇生の効果を得られることも多い。テーブルトーク RPG の中でも高いリアリティを持つゲームではあまりにも大きなダメージを受けた場合に HP が最大値まで回復しなくなる上限値にも永久的なダメージを被るという表を行っているものも見られる。これは肉体が著しく損傷し完全に元通りに蘇生させることが不可能になった様子を表現したものである。あるいは大ダメージを一撃で受けた場合はショックで HP がまだ残っていても即死する可能性があるといったルールが存在する場合もある。 死亡時に被ったダメージ量によっては、HP の減少が0で止まらず、マイナス値にまで低下するゲームもある。このようなルールは、死体の損壊度を表し、極端なマイナスの場合は、死体が形を残さないほど破壊されたとして蘇生が、事実上不可能な状態となる。また、ダンジョンズドラゴンズでは、ヒットポイント0で、気絶、マイナス10で、死亡のルールを取っている。どちらにしろ、 HP0 の後に止めを刺すことにより、目的の値までマイナスにすることができる。また、蘇生が可能ではあるが確実性は保証されておらず、蘇生に失敗すると、再度の蘇生がより困難になったり、場合によっては、不可能となるシステムを採用しているゲームもある。またロマンシングサガシリーズのようにヒットポイント0で、死亡するとそのキャラはパーティーから離脱し二度と、 復活しないようなゲームもある。プレイヤーキャラクターが全員死亡した状態、赤化などの行動不能な状態を含む場合もあるは、通称、全滅と呼ばれ、ゲームオーバーとなるか、所持金などにペナルティを課されて、再スターとなる。MMORPG では、死亡後に自動的に復活する機能があるものの、死亡時に経験値やレベルの減少を引き起こし、また、 所持していたアイテムやゲーム内の通貨を落としてしまうというルールが存在する場合もあるため、迂かに死亡することができないゲームが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。